はい。ダイワピュアラブです。アミューズの社外取締役の安藤高春元警察庁長官と暴力団についてお伝えしたいと思います。 アミューズの社外取締役の安藤隆春元警察庁長官は群馬県警の本部長時代に群馬県警と暴力団が癒着して覚醒剤を見逃す代わりに 拳銃を提供させていたという不祥事が起きています。群馬県警は警部補一人の犯行に賠償化して事件は終結しました。しかし、 裁判の経過の中で、群馬県警の組織ぐるみの暴力団との癒着、関与が明らかになりました。ライターの寺沢さんは、被告として裁かれるべきだったのは、 安藤隆春さんだったと書いています。しかし、不思議なことに、この後、安藤隆春さんは失脚することはなく、警察庁長官にまで出世しています。 つまり、安藤隆治さんは、警察庁の上のアメリカ CIA とイルミナティに気に入られていたエージェントであったということがわかります。この群馬県警と 暴力団の癒着事件も CIA の事案だったということがわかります。ご視聴いただきありがとうございました。